ソニースクエアに設置された大水槽ソニーアクアリウムは東京都中央区銀座のソニービル等で1966年の開業からほぼ毎年夏に開催される移動水族館であるソニー水族館とも呼ばれる沖縄中央海水族館が監修するソニービルは東京都中央区銀座のスキア橋交差点にありビル前のソニースクエアに大型水槽を設置する 大型水槽には沖縄中海水族館から運び込まれた魚類を展示する。ソニービルは2017年3月31日に閉館したて替え中のため、2017年のソニーアクアリウムはソニーショールーム、ソニーストア銀座及び有楽町駅前広場で開催された。2013年の例では屋外イベントスペースにニセゴイシュウツボやレモンザメ、 沖縄県の県魚高佐護など15種類約870匹を入れ替わりで展示した。水槽は2008年に製作した縦1.5幅後、奥行き1.8メートル、容量14トンの大型水槽が前回に続き用いられた。海水は伊豆から運んだ天然海水である。ビル1階のエントランスホールにも水槽が設置され、色部台、縦島巾着台。 サザナミヤッコ島の沖縄のサンゴ礁に住む16種類、約400匹が展示された。ドービル8階のコミュニケーションゾーンオーパスでは、南洋マントなどの魚類のほか蝶、イリオモテ島の生き物、竹富島の国立公園の情景などを撮影した 4K 映像の作品、手織りの鳴る島が200インチスクリーンで上映された。展示用の魚類は、 沖縄から2泊3日のフェリーで移送され、千葉県の鴨川シーワールドで休息し、後に銀座に移動した。展示された魚は、夏の展示が終了すると、鴨川シーワールドに引き取られて飼育され、翌年以降もソニー役ア,アリウムで展示される場合もある。ありがとうございます。